皆さん、こんにちは。VIG の分配金も発表になりましたので、今回も動画にしてみました。早速ですけど、行ってみましょう。来年の VIG がどんな成績になるかっていうところにも踏まえてご紹介していきたいと思います。まず、うん、まず12月の分配金が0.8687ドルでした。これ、前年同期比で言うと、プラスの12.45%ということで、見事な増配でした。フォルダーの皆さん、おめでとうございます。本当これが当たり前ぐらいになっちゃってるぐらい、すごい ETF なんですけども、 VIG ってなんだっていうところ。まあ皆さんもご存知だと思うんであんまり説明しませんけど、連続増配思考主義の安定配当製造機っていうところです。向かうところ、敵なし。果たしてそうなのか、ちょっと後半部分では見ていきたいんですけれども、まずは配当履歴、軽くおさらいしてみましょう。VIG の配当履歴なんですけども、2021年に比べて、えー、前年同期比が今回12.45%。 そして、前回比は21.2%ということでしっかりと増えております。これ、年単位で見てみるとどんな感じかというと、こちら2011年からの分配金推移ですね。2021年に比べてもしっかりと増えておりますし、これ2011年からずっとですね、増えてきてて、13年のところで1回マイナスになった以外は、しっかりと増えてきてるというところです。大グラフにしてみますと、こんな形。 市販機ごとの分配金でもですね、遠目に見て右肩上がり。見回りとしては現在2%ぐらい。一時ちょっと落ちてたんですけども、少し盛り返してきました。これというのは後からも紹介しますけども、株価がやられてる一方で増配についてはしっかりしている。そういった結果だと思います。年単位の分配金についてもこうやってグラフ化しちゃうとすごい綺麗ですね。なんならここ、コロナショックの後の増配っていうのはすごい勢いです。 具体的にこの増配のペース、数字で見てみましょう。年単位で見ると、さっき言ったように、この13年のところがほんとわずかな減配だったんですけども、それ以外は大体ですね、5%程度の増配が見られておりまして、この2年間は2桁増配がしっかりと続いているところ。基本的に増配率っていうのは、個別株の10年以上連続増配だったらやっぱり2桁とかってあるんですけども、 ETF でいくつかの銘柄を組み合わせちゃうと、なかなかですね、5%、6%をキープできてれば優秀というところです。VIG の増配率については、5年で9.12%。10年増配率は CAGR7.65% ということで、やっぱりですね、この増配率も非常に優秀というところになっております。では、この VIG なんですけども、株価と利回りはどうなんでしょうか、まあ、いつものような感じでですね、チャートをちょっと見てみましょう。コロナショックの後、 VIG はですね、S&P500 と同じように比較的順調な回復を見せておりました。そしてこの2022年の頭まではですね、綺麗に右肩上がりだったんですけども、そこからですね、ちょっと下がって下がって下がっては、大きく上がって大きく下がって、今ですね、一時よりだいぶ回復して、ちょっと今調整入ってるかなっていうところです。1年間で見てみるとこんな感じ。オレンジ色が VOO になってきます。VOO よりは、 優秀な成績を示してはいるんですけども、その差は比較的わずか。高配当 ETF の VYM とか HDV に比べると株価パフォーマンスはちょっと低い1年間でした。この VIJ については海外では非常に高評価を受けております。シーキングアルファでも A マイナスとか A プラスっていうのは当たり前になってきている本当に優秀な ETF です。アナリストの評価などやコラムなどで見ててもライバルとして挙げられる DGRO なんていうのもありますけども、 日本で取り扱えるような ETF の中で、こいつのライバルとしてですね、出てくる増配系の ETF っていうのは皆無です。配当系の評価については、やっぱり利回りがですね、ちょっと2%切ってきてるんで低いっていうところはあるんですけども、まあ、ここはですね、株価成長の影響も多少出てると思います。増配率については決してですね、悪い評価ではなく、B マイナス以上をしっかりと叩き出してきてくれてます。増配率がいいっていうところから、あの暴落のタイミングで VIG を変えていたら、 今、利回りが何ぐらいなのかっていうところはですね、非常に重要なポイントになってきます。2022年、合計で2.97ドルもらえた VIG なんですけども、各要所要所で購入した時の YOC がどれぐらいになっていくのかっていうのを見ていきましょう。コロナショックの直前だと、1株当たり130ドルでした。そして暴落の底が93ドル。最高値がですね、172ドルをつけていたんですけども、 現在は152ドルということで若干減少しております。では、さっきのですね、分配金額を踏まえて YOC 計算してみますと、はい、こんな感じになりまして、コロナショック直前だと2.28%、コロナショックの底で購入できたら3.19、高値で1.73、現在が1.95%というところです。現在ですね、ですんで VIG を買った場合には1.95%くらいなんですけども、 今後、しっかりと増配していってくれるような ETF だと思いますんで、10年後見たときですね、この1.95%ではなく、YOC では5%とか、そんな高い値になっている可能性も十分にあります。こんな優秀で火の打ちどころのない VIG、来年あたりは Apple が追加になってくる可能性もあると、多くの投資家が期待しているんですけども、じゃあ来年、どんな感じの成績なのか、アナリストの見解、 そういったところを踏まえて紹介していきたいと思います。2022年がどうだったのかというと、VYM の動画でも紹介したんですけど、実は VYM に比べてですね、大きくトータルリターンで都合しております。マイナスと8.5%ということでですね、配当金は非常に優秀でしたけれども、株価はちょっと残念な結果でした。こちらですね、ファクトセットで紹介されていた S&P500 のセクターごとの2023年売上成長率になります。 この中で、この左二つ、一般消費財、資本財セクター。この二つはですね、大きく成長するだろうと予想される一方で、一番右の青囲み、エネルギーセクターっていうのは、来年については結構苦しい年になるだろうと予想されております。そんな中、VIG と VYM の構成セクターの差っていうのをちょっと、このファンドオーバーラップで見てみました。資本財ですとか、えー、一般消費財、 という二つ。これについては VIG の方が5%程度ということで決して多くはないんですけども若干多いですよという結果。そして来年苦しそうなエネルギーセクターについては VIG の方が VYM よりも10%程度低いという結果になっております。VYM 自体も決してエネルギーセクター HDV などに比べて多くないんですね。ただ VIG はさらに低くなってくるというところです。こんな風に来年はですね 一般消費財が好調。一方でエネルギーセクターが不振。さらに2024年ぐらいまで少しずれ込んじゃう可能性もありますけども、いよいよ利下げがですね、見えてくる可能性はあります。そうなってくると、高 PER 株である IT 系のセクター、ここら辺の反撃が始まってきます。VID はこのハイテクセクターのウェイトも結構多いんでね、ここら辺で株価上昇っていうのも十分期待できる。そんなことから、 2022年はですね、苦しかったですけど、来年は VIG の年になる可能性十分あると僕睨んでおります。実際、海外記事系もですね、どんな評価なのかなっていうのをいろいろ調べたんですけども、US News& World Report の中でも、アナリストが2023年のベスト ETF としてですね、7つ紹介している中の1つにこの VIG が取り上げられておりました。そしてもう1つが、こちら。 モトリーフールですね。こちらの海外記事でも3つの止まんない ETF というところの一つにですね、VIG が取り上げられておりまして、大手サイトのアナリストなどもこの VIG が来年来るだろうというのを結構ですね、予想している人多かったです。一方でですね、バフェット太郎さんの動画などでも一つ一例として紹介されたんですけども、機関投資家はですね、セッションを警戒して、 公益事業セクター、生活必需品、ヘルスケア、こういうセクターに資金を投入しているというような話も紹介されておりました。よろしければ皆さんですね、あのもう僕なんかのチャンネルよりめちゃくちゃわかりやすいんで、ぜひご覧になっていただきたいんですけども、VIG にはちょっとこのセクターはですね、弱いところなんですけども、リセッションを警戒してですね、今後投資をしていきたいという人は、こちら、DVY、iShares、後配当株式 ETF というセクターがですね、非常に魅力的になります。 26%も公益事業があり、生活必需品もある。エネルギーも少し高いですけど、ヘルスケアなどもしっかりと、ウェイトありますんで、強局面でかなり強いですね、ETF になります。しかもですね、この、高配当株式ということで、結構ですね、配当も悪くない ETF になってきますんで、高配当 ETF の中でもさらに不況局面、リセッションに強い ETF としてですね、一度チェックしていただければと思います。まあ、こんな風に、リセッションとか金利の変動、 そういったところでですね、防止すべき対象、セクターっていうのはコロコロと変わってきちゃいます。さらに、債券ですとか、不動産、こういったところまで組み合わせるとなると結構ですね、勉強することがいっぱい出てきます。アセットアロケーション、そしてですね、リスク許容度について、無料で学ぶことができる書籍っていうのがありますんで、一つ宣伝させてください。株式評論家、ビーコミさんこと、坂本慎太郎さんの 初めての資産運用という書籍が無料プレゼントになってるっていうキャンペーン情報です。僕も他の YouTuber さんの紹介で拝見したんですけども、これがめちゃくちゃ面白くてわかりやすい本でした。この方自体は松井証券の動画とかでもよく登場してて面白くわかりやすく解説してくださってるんですけども、個人投資家育成のための心トレード研究所を運営されております。正直今無料書籍って結構いろいろあるんですけども、 僕もいろいろ読んだ中でこれを押す理由っていうのはやっぱり資産分散についてしかも中長期目線で書かれているっていうところです。株の中でですね、後輩透明柄はこれがいいみたいな書籍は結構多いんですけども様々なアセットについて書かれております。債券やリートの性質だけじゃなくてそういったアセットについてどういうタイミングで購入していくかっていうような具体的な例も紹介されておりました。そして後半部分では年代別のポートフォリオ提案。 20代だったらこういう感じ、50代はこんな感じっていうのを具体例挙げて紹介されておりまして、これをもとに自分のポートフォリをちょっとこんな風にアレンジしていこうなんていう参考になるような具体例になっております。概要欄にリンクがありますんで、そちらから申し込んでいただくと PDF もらえるんですけれども、さらに正本版でゆっくり読みたいという場合には、住所情報を入れたりしたら、なんと無料で正本版を送ってくださるっていうことです。 キャンペーンについてはなんか予告なく終了するらしいんで、今のうちにですね、概要欄のリンクから飛んでいただきまして、この赤枠の部分ですね、ここタップしていただきますと、チャット形式でここに情報を入力していただければ PDF データがゲットできます。株式だけじゃなく様々な金融商品に分散して資産運用していきたいという方、ぜひこちらゲットしてみてください。ということで、今回ですね、VIG 見事な増配で前年同期プラスの12%。 そして、年間ではプラスの11%ということで、見事な成績でした。結果としてはですね、VYM が実は一番年間では悪い成績。それでもプラスの5.03%ということでした。今年1年に関しては、後輩当 ETF 見事な勝利で、S、S&P500 をですね、ギャフンと言わせてやったっていうところでしょう。まだ、2023年少し金利自体は上がっていきますし、もうしばらくはですね、後輩当 ETF のターン続くと思います。 僕個人的には VYM と VIG、特に VIG がですね、強い。一方で HDV や SPYD はちょっとセクターウェイト的にも苦しい1年になるんじゃないかなと予想しております。皆さんは2023年、後輩と ETF、どれが頑張ってくれると予想されてますかさあ、後輩と ETF ですね、主要な4つが終わりましたんで、VTI とか VOO、 こういったインデックス系もですね、改めて配当をちょっとチェックするような動画出してみたいと思うんで、楽しみにしててください。それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。